皆さんこんにちは。あなたも着物美人に。着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。今日は振袖の帯結びをご紹介いたします。横物と下がり物が一緒になったような、すっきりとした、帯結びになります。どうぞ参考にされてください。はい、それでは結んでまいります。はい、帯は胴に二巻きし、手と垂れを交差して手先が下になるように、仮紐で押さえております。全通柄の場合は、手先が、手幅4つ半ぐらい取られてください。はい、そして背中には三重仮紐、そして、後輪ベルトを、上に上げております。このようなお羽を取ってください。このようなお羽を三重仮紐と、そして後輪ベルトがもしあれば一緒にですね、はい、ここの中にくぐらせて左側、はい、そういたしましたら、この、お羽の、小さいお羽を取るんですが、こちらのひだを生かしながら、7センチぐらいの小さいお羽を取ります。はい、これを三重仮紐すべてに通します。はい、でこの中に手先を通しますので、少し最初は余裕があるように通されてて結構です。できましたら 通しやすいように先に、はい、手先の方をお羽を作ってまいります。はい、輪が下に来るように持ってき、はい、中央で3枚の表ひだを取ってください。はい、このように取りましたら、輪ゴムでくくっておきます。中央をくくっておいてください。はい、こうですね。はい、できましたらこのお羽を今取りました、小さいこのお羽の輪の中に通されてください。はい、します。はい、通しましたら中央を少し締めるために、はい、ぎゅっと調節をされてください。中心を絞ってください。はい、できましたらそのまま、はい、おひだを生かしながら小さいお羽をこちらに取ります。はい、できましたら三重仮紐が今3本手前に来てますので、2本だけ、はい、手前に折り返してください。はい、できましたら、次に少し大きいお羽ですね、左に来るお羽になりますので、長さを見ながら、はい、三重仮紐の1本を手前に置いてください。このようにおひだが2段に重なっております。で、中心が手先を通したお羽になっております。で、今三重仮紐3本手前に使いましたが、後輪ベルトで下このお羽を押さえております。後輪を使わずに着付けをされた場合は、最後かこの手前を輪ゴムで固定されて動かないようにされてください。はい、この中に枕を通されてください。で、こちらは文庫になっている手先は輪になっておりますので、輪の中に枕を通されて、枕が帯の上端になるようにしっかり上に上げていきます。はい、では最後お太鼓底を作っていきます。お太鼓底は、はい、枕の位置から手幅1つぐらいのところに、はい、帯締めを当てて、お太鼓底を、はい、全部折り上げて、はい、帯締めを前に回してください。で、もし、文庫のこの左のお羽が長い場合は、お羽の中を通って帯締めに回されてください。できましたら、あとは形付けです。はい、いかがでしたでしょうか。
横物と下がり物が一緒になったような帯型です。成人式はもちろん、前撮りやご結納、パーティーなどに結んでいただける、振袖の帯結びになります。あなたも着物美人に。着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。